こんにちは。おけんママこと加藤ひとみです。おけんママの赤見えチャンネルを開設しました。このチャンネルでは、主に老け顔に有効な顔ダンスについてお伝えしてまいります。私自身30代後半に老け顔に悩み、若返るためにあらゆる方法を試しました。結果的に気になっていた目の下のたるみやほうれい線、ブルドッグ顔を解消することができ、年齢よりとても若く見られるようになりました。私が考案した顔ダンスは、年齢とともに現れる目の下のたるみやほうれい線、フェイスラインのたるみにとても効果があります。実際に顔ダンスを実践した多くの方が若返っています。顔ダンスは表情筋を鍛えるメソッドですが、ただの表情筋トレーニングではありません。とにかく顔を若く見せる。これ一点にフォーカスして徹底的に顔を引き上げます。目の下のたるみ、ほうれい線などポイント的な悩みだけでなく、どことなく疲れたような老け顔ですね。老けて見えるようになるには理由があるのですが、顔ダンスは顔全体をビシッと引き締め、引き上げていく効果があります。中には年齢とともに頬がげっそり痩せるタイプの方もいますね。そのような人は顔ダンスをすることで頬がふっくらとして若返ります。顔ダンスの特徴は、その人に合った若い顔に自然になっていくことなんです。表情筋を鍛えると確実に今より若返ります。しかも顔ダンスは顔にシワを作りません。中にはですね、表情筋トレーニングはシワができるから怖いという人も確かにいらっしゃいます。でも顔ダンスはシワを作りません。もし顔ダンスでシワができるなら、私は今頃シワだらけになっているはずですね。ちなみに私の一番のこだわりはフェイスラインです。私は今年58歳ですけども、フェイスラインはしっかりと維持できているかなと思います。その他にも私が試して効果があったと思うような美容法についてですね、そういったものも合わせてお伝えしていけたらなと思っています。おけんママの若見えチャンネル、楽しみにしておいてくださいね。おけんママでした。